ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで次の街に行きますか。おう、ソニア、いい勝負だったよ。ジムリーダーだって強いのにね。まあリーダーだからね。あのさ、キルクスにはいいお店があるんだ。何？話したいこともあるし、そこでお祝いしようよ。あ、ステーキ屋さん？お店の名前はステーキハウス美味しんボブだよ。なるほど、了解です。あ、そこまで来いと自分で。お、コップもおったんや。アイラすごいぞ、人バッジを獲得したんだな。うんうん。お、待ってたよ。ブラックナイトのこと、剣と盾のポケモンのこと、何もわからなくて。あれは？ちょっとちょっと、今見つけたん？わかっとったんかと思った。え、なにこれ？5枚目のタペストリー。悲しむ2人の英雄、剣と盾はどこに？タペストリーに描かれた絵は何を意味している？封印された？そうかな、封印というかどこかで眠りについたのかも。ラテラルタウンの遺跡によると、剣と盾ってのは2匹のポケモンなんだっけ。眠りについた？死んだってこと？お墓？うん、私はそう睨んでる。俺たちが出会った不思議なポケモン、あいつが剣や盾の可能性ってあるのか？出会ったって？ほら最初に言ったやつよ。アイナ、お前なら何のことかわかるだろう。まどろみの森。さすがだぞ。そう、俺たちを霧で包んだ不思議なポケモン、あいつがそうじゃないの？そうだった、あなたたちまどろみの森に入ったんだった。忘れとったん。おばあさまに言われて始めた旅だったのに楽しすぎるよ。うん、楽しんでるのね、よかった。食べながらでいいから詳しく聞かせてよ。もうなんかほら、お店の人がすごい機嫌な顔で、キョトンとした顔でこっち見よるけど。ほら、何食べる？頼んじゃう？ん？おごりですか？いいね、ステーキ。なるほどね。よし、食事を置いたら、キルクスタウンの見学。英雄の湯に行きましょう。おー、まあ、疲れた後はね、なぜいつも置いていくのか。あ、おったおった。元気だな。めっちゃ元気やん、超呼び寄る。入るの？足湯？まあ、どっぷり使っとる人はおらんか。英雄の湯。大昔二人の英雄が悪しき存在を打ち破り、戦いの傷を癒した場所。でも今英雄の湯に浸かれるのはポケモンだけ。あ、そうなんや。大昔温泉に入っていたという英雄とは。後で調べてみよっと。まどろみの森で不思議なポケモンと出会った君たち、もしかしたら二人の英雄になれるかもね。剣と盾の英雄か？だったら盾がいいかな、俺は。いや、普通そこは男が剣じゃないんすか。大昔の英雄ってどんな戦いをしたんだろうね。おい、アイナ、ポケモン勝負をするぞ。いきなり？いいけども。ソニアがご馳走してくれたうまいカレーライスを食ったら、やる気がドバドバ出てきた。え？ステーキ食ったんじゃないの？カレーなの？ソニアは案外巨地だった。全然意味わからないけど、せっかくだし見せてもらうよ。アイラにポケモン元気にするからよろしくね。よし、頑張ろう。未来のチャンピオンによるエキシビションマッチだぞ。よし、頑張ろう。いきなり周りが広い場所に、どういうことやねん。魔空空間に引き込めという魔空のセリフとともに、ギャバンをその魔空空間に連れ去るという感じですかね。炎でいけるかな。頼むぞ相棒。お、二度蹴りでいけるってことはノーマル系ってことか。おっしゃ。んー、でもこれ2発で、あー微妙に残ったね。いいもんくれるじゃねえか。やろ、さすがやろ。お、防御上げてきたけど、次の一発で確実にやられるだろうから。なんならあられでやられんか。そこはやられんか。はい、二度蹴り、まあ一発やけど。オッケー。さあ次は、お、パルスワンレベル32。おお、あられが
バチンウニ。水系かな。ということはパルスワンか。よし行こう。いっけーパルスワン。お久しぶり。なんとなくやっぱりバフウニのことかな、バチンウニってなんとなく、まあ、ウニやし水系かなっていう。パルスワンほっぺすりすり。え、飛来心大丈夫？電気に強かったりする？電気系？違うよね、それはさすがに。いや、やっぱ水か。頑張ってパルスワン。え、でも電気系の技はじゃあ効かんってこと？スパーク、ほら飛来心で電気の技逃がされる。え、もしかして水電気とかいうそういう感じ？パルスワン久しぶりの出番だったのに。マジか、どういうこと？誰で行けばいいんだ？飛行で行く？ワシボン、どうだろうか。普通に行けると思った。なんてこと。ワシボンツバメ返し。は、全然効かない。ほら、やっぱり水電気やない。やばー。なぜ電気かなと思ったのに飛行タイプを出したんですか。やばー。え、何、誰を出せばいいの。だってエースバーン水でやられるやん。え、つらえ、つら。雪はみ、雪はみで行く技2つしかないけど、粉雪とかどうですか。うん、微妙。あー、一発やん。レベルの差ですね。くわー。いや、まあだいぶ、まあレベルは違うけど。トリトドン、何が効くんだ。岩でも岩。原子の力、めっちゃ微妙な感じやね。あ、でもここで電気とか使ってこんねや。電気は効かんのかな、こっちには。どうなんやろ。あと一発でやっつけれるはず。トリトドン耐えてね、ちゃんと。うん、オッケーオッケー。のしかかり、これでいけるやろ。いけい。ふう、よかった。めちゃくちゃ甘く見とった。パルスワンで一撃とかそこらぐらいかと思った。トリトドンレベル40、全然やったね。お、ゴリランダ、これはもうエースバーンでいくしか。え、うちもうあれなん、3体瀕死なん。やばくない。ポップを甘く見すぎです。つらい。でもここはきっと一発やと思うけん。おー、レベル41、結構上がってきた。ここは火炎ボールで一発で仕留めよう。当たれよ当たれよ。おい、結構ダメージ受けたよ。ちょっと次一発で、お、いけ、火炎ボール、これで仕留めれるはず。おー、よかったよかった。あと1体？何体あと。どうだどうだ。カビゴン、いや、このまんま二度蹴りでいけるはず。カビゴンはレベル差も結構あるし。よし、二度蹴り。あー、でもこの2回じゃいけんか。もう1回いかんといかん。お願い、耐えてね。エースバーンが頼りなんだ。だって相手向こうまだあと1匹おるもん。カビゴン倒しても。よし、二度蹴りいけ。これでやっつけれる。オッケー。さあ最後の1体、来い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 。お、エースバーンレベル49、もう50手前や。
アーマーが、このまんま。追い詰められた？いや、ここから勝つのが最強だぜ。やめて。勝たないで。勝たないで。ここレベルでご利用ししていくしかないよね。とりあえず、回復しとこうかな。力の根っこ。すごい傷薬をとりあえずエースバーンに与えて、ここからレベルでのご利用し行こう。だってもう、あ、パルスワン復活させるっていうのもいいけど、うー、結構きついぞ。いけるかしら。あられが結構効くね。あー、炎いいんや。じゃあ火炎ボールで一発でいけるんじゃない？どうよ。当たれよ。当たれよ、そこ。アーマーガーは何系？飛行に炎が効くってこと？ちょ、頑張って頑張って。いけ、かえ、ちょ、こっちにして。やめて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 、怖い怖い。なんで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 。ちょ、待って、もう一回。もう一回回復して、すごい傷薬使って、エースバーンじゃないと絶対無理やと思う。絶対無理やと思う、アーマーが。このドリルくちばしめっちゃ効くんだけど、やめていただきたい。やめていただきたいわ。でも、あられも結構効いとるよね、アーマーガーに。よし。次こそちゃんと当たってくれ。当たってくれ。どん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 命中率。命中率じゃない、素早さか。え、全然当たらんやん。どうしたん？何のせいですか？きついね。火炎ボールなくなったんだけど。炎の誓いでいく。あー、ドリルくちばしきた。耐えて。炎の誓い。うわー、やったー。ふう、よかったー。なんであんなに火炎ボール当たらんかったんやろ。コントロール悪いんじゃない、ちょっと。ふう、よかった。ライバルのお前に勝てないか。だけど光は見えてきたぞ。ふう、めっちゃお金くれるね。ありがとう。ありがとう、二人とも。いい戦いだった。このまま無敵のダンデを任しちゃいな。で、あなたたちどうするの？私はまどろみの森も調べるつもりだけど。まどろみの森はあれやん。もう結構通り過ぎてきたもんね。何度でもジムに挑戦だ。ジムバッジをもらったらスパイクタウンに向かうぞ。9番道路を越えてな。じゃあな。わかりやすい説明である。そっか、ホップまだ勝ってないんよね。やっと吹っ切れたのかな。あいつが元気じゃないと、ダンデも心配するし。あなたもライバルとして物足りないもんね。じゃあね。じゃあ私は先にスパイクタウンに向かうわけやね。オッケー。回復はしてくれた？なぜ終わった後はしてくれないんだ、回復を。とりあえず回復してスパイクタウンに向かうっていう感じかな。どこだったかしら。門じゃない。ポケモンセンター、これか。オッケー。回復して向かおう。休ませます。ふぅ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、もう次の街にまた向かうってことやね。結構あれかな、道中かかるんかな。やとしたらまたレベルを上げつつ、頑張って進んでいくしかないか。だいぶね、野生のポケモンにも負けるようになってきたけん、やばいよね。